ラリースウェーデンは、スウェーデンで開催される世界ラリー選手権のイベント。スウェディッシュラリーとも呼ばれる。現在では、WRC 唯一のフルスノーラリー。1950年に、インターナショナルスウェーデンラリーとしてスタート。最初は、真夏のミッドナイトサンラリーとして行われたが、1965年より、真冬のイベントとして行われてきた。 WRC では開幕戦モンテカルロの後に続く、陶器の連戦として定着している。2010年は、ラリーノルウェーが、財政難で中止されたため、ノルウェーとの共催で開催された。ラリーフィンランド以上に、スカンジナビアンが強いラリーとして知られ、地元スウェーデン勢とフィンランド勢の独壇場であった。この2カ国以外では、2005年に、 ノルウェー人のペター・ソルベルグが優勝している。北欧勢以外で優勝したのは、セバスチャン・ローブとセバスチャン・オジェ、ティエリー・ヌービル、オイット・タナックの、エルフィン・エバンスの5名。1990年は、雪不足のため開催が中止された。2016年も雪不足に見舞われ、選手側が、スパイクタイヤでグラベルを走行する、危険性を協議し、 出走拒否の可能性もあったが、最終的にスケジュールを大幅に短縮して開催された。2020年も雪不足のため1 9 s s を9 s s に半減して開催された。2021年は新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止となった新葉樹の森の中を行くグラベルコースだが、コースの大半が雪や氷で覆われているため、 スノーラリーと呼ばれている。氷点下20度の極寒のコンディションで行われ、低温によって、油圧系統の機能が落ちたり、逆にインテークに、雪が詰まると、エンジンがオーバーヒートする恐れもある。近年は、気温が上がり、積雪量が少ないこともある。例年、ベーネルン湖の北岸、カールスタードを拠点にしていたが、積雪量を確保するためルートを北へ移動し、 一部でノルウェーとの国境をまたぐ形をとっている。コースは比較的フラットで高速コーナーが連続し、雪上イベントでも平均速度はグラベルのラリーフィンランドに次いで高い。コーナーへの侵入ではコースサイドの雪壁にマシンの鼻先を当てて向きを変える特殊なテクニックが使われる。このイベント用に 幅 20cm 弱のナロートレッドに突き出し両 6.5mm のスタッドを380本以上打ち込んだ特製スパイクタイヤが投入される。通常よりもタイヤが細いのは接地面の面圧を上げてスタッドをしっかり食い込ませるため、スタッドが硬い氷を噛むことでターマックをしのぐ強いグリップ力が発生する。 SS のループ走行ではグラベルが露出して、スタッドが脱落してしまうことがあるので、タイヤの温存にも配慮しなければならない。コリンズクレストボルゴー線の SS にはかつて、コリンマクレーが豪快な大ジャンプを見せた、コリンズクレストと呼ばれる高速ジャンピングスポットがあり、大勢の見物客が詰めかける観戦ポイントでもある。マクレーが、 ヘリコプター事故で亡くなった翌年より、毎年一番の飛距離を記録した選手へ、コリンズクレスト賞が贈られる。過去の最長ジャンプは2016年に、アイビン・ブリニルド戦が記録した45メートル。ありがとうございます。